どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。QVC マリンフィールドに来てみました。さあ果たしてね、この千葉の、向かい風は、スピードのに対して、どれぐらい走れるのかといったところですね。頑張っていきましょう。前々からこの動画撮る前から頑張って喋ろう、どういう始まりでいこうかなってちょっと考えるんですけど、結局はこう頭の中で整理しないうちにもう言葉に発しちゃうんで、わけわかんない形になる。これが、僕の動画なんです。ごめんなさい。まあ、頑張っていきましょう。ここはでも千葉で打つのは初めてですね。まあ、多分そんなフライを上げるようなバッターではないので、そんなに風は影響ないと思うんですよ。まあ、頑張ってやっていきたいと思います。いきましょう。はい、第1打席先頭ですね。今ね、4試合連続安打中なんでね、ここは、さらにちょっと上げたいですね、調子を。ああ、一応調子は普通に戻りましたね。相手はゼフ長、マジか。ウェイ、まずボール、チェンジアップ。はいはいはい。外角来そう。低め、おーと、セカンドゴロだけど、これクルーズだったら無理だ。クルーズは守備うめえから無理だ。てか見せる守備ですからね、クルーズは。クルーズじゃあしゃあね、いきなりに。おー、すごいすごいすごい、打ってる打ってる。いきなりもう打者一巡ですか、2回の表で。うわー、イデオンゼフ長なんだな。なるほど、フォーク。まあ、初球はね。よいしょ、うわ、いい、急に曲がったフォークだな、今の。あ、バカ。あー、低めのカットボール。やられたな。さあ、そして、現在、あ、逆転されてる。マジか。やっぱ地元って強いんだな、なんて思いまして。さあさあさあ、せめてヒット1本。それ、頑張っていきましょう。ちょっと外角来る。もう全然違った。下手になんかちょっと読むの。よっしゃ、どうだ。あ、またセカンドゴロ。クルーズじゃあ仕方がねえ。クルーズだもん。まあまあ仕方がないかな。なんとかちょっとこれは勝ちや。おお、でもあ、すごい、取って取られての連続ですね。これはやばい。ちょっと今日やばいな。そろそろ、あ、ピッチャー絶好調かよ。まずいな。外角へ。うい。うお、なんだ今の。綺麗、すごい今の。びっくりした。で、球持ちあるから分かんないんですよね。直前まで。スピン持ちか。ちょっとやばいな、これは。どうだ。うお、でも、ワンシーム。まあ、ノースリーですけど、一応。フォアボールか、これ。どうだ。うわ。なんだ、あの、キレのあるツーシーム。あ、違う。まあ、いいや。あー、150キロ追い込まれた。2、3、フルカウント。まあ、これでせめてちょっと、球数ボーナスはもらって、あー !150 ぐらい出ると思ってたら、ちょっと143、ちょっと差を設けてきた。もう一回回ってきて、来た。あ、ちゃんと、あ、待って、ここ打たないとまずいよ。はい、得点圏打率は低いです。どうも。ここちょっとせめて1点でも取っとかないとまずいよ。流れ変えていこう。まずボール。もう6番って書いて。うい。あれ結構ボール先行？真ん中来てくれ、真ん中。うおーい、マジか、ノースリー。え、歩かせるつもり？あー、マジか。はい、フォアボール。さあ、お願いしますよ、栗山さん。ここ、ホームラン打ったらかっこいいよ。まあ、ホームランじゃなくてもせめてヒット1本でもいただきたいですね。高めのカーブ。さあ。どう、おお、ゴーゴーゴー。あ、待って待って、いいんじゃん、これ。うおりゃー、暴走ではない。きたー、同点、一気に同点。今のすごい。おお、いや、チーム、一気に逆転ですよ、これ。うわー、盛り上がり方がもう、綺麗に行きましたね。うわー、すげえ。そこで、僕が一気に、足、快速を生かしてサードまで行ったと。ヘッドスライディングですね。焼きましたよ。さあ、そして逆転のチャンス。得点圏打率はやっぱり1割ぐらい。まあ、1割2割程度ですね。感じとしては。さあ、頼みますよ。ここで一気にもう逆転の踏みたいですよ。逆転のホームベース踏みたい。頑張って。ピッチャー投げる。ああ、いきなり追い込まれるか。せめてヒット1本でも追ってくれれば。おっとっとっと、ツーツー。最後パスボールでもしてくれたら一気に帰りますよ、僕は。おお、来た、ツースリーフルカウント。さあ、どう来る？フォアボールか、マジか。わー、はい。またツーアウト、フルベース。で、4番じゃない次。
おかわりくんじゃない次。お、来るか。うおー、やばいな、こんなちょっと状況ないよ、逆転の。さあピッチャーセットポジション、ここ勝負です。うおー、ちょっと待って待って待って、嘘嘘嘘、かっこよすぎる。ここでグランドスラムかよ。お、おかわりくんバネやっぱすごい、もうあの勝負強さですよね。うーわー、もう今のは行ったんじゃねえかなってウトシが分かったわ。ちょっと弾道がもうすごいですよね。うわー、痛いよこれ。初球でしたもんね今。いやーこれ西野選手、これ抑えたかったよな。抑えたら勝ちだったのに一気にこんな逆転てか、うおー、綺麗にポールを巻いたといったところでしょうかね。入ったなー。さあ、これでね、ゼロ、あー勝ちましたね、逆転勝ちですよ一気に。いや、いいもん見せてもろたわ今日はね、大逆転いやーさすが、確かあれですよね、あの中村選手、あの通算満塁ホームランの数は、一番、歴代一番だったんじゃなかったな、確か。そんな気がするんですけど、気のせいだったかな。なんか、あの、すごいチャンスに強いイメージがあるんですよね。ここで打つと、打って欲しい時に打ってくれるみたいな。あ、7号、8号。すげえな。はい、というわけで、3位浮上。いいね。すいません。あれ、まあまあまあいいや。ちょっとファンが減ったけど、まあ、すいません。減ったけどってもう、もうなんだろう。仕方がない。うん。おー、マスター投手おめでとうございます。あー、なるほどね。全体的には、そんなに荒れた試合。まあ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 、そんなもん、うん。順位表、D、あ、はい、あ、巨人がまた最下位へ。あ、いいね。西武がなんとか A クラスに戻ってきました。あ、え？トレード誰？おー、はい、大野と？いや、あー、そう！投手陣変えますか？ヤクルト大丈夫なのかな？あー、八木さん結構頑張ってたけどね。まあ、はい、ロッテ2回目。あー、今日負けると順位落とす。あ、もう落とすく決まってんだ。負けたら。わかりました。二つ負け越してる。恐れることはない。わかりました。頑張りましょう。打ち合わせしておきましょう。栗山、やっぱ、栗山さんとね、1番2番がね、頑張ってちょっと、活躍すればいいはずなんでね。行きましょう。これは12月27日、29日。多分だから、ギリギリ、このオンラインが終わる直前のやつなんでしょうね、ライブ。まあいいや、行きましょう。頑張っていきたいと思います。先頭出て、まず、で、2番と、そうね、1番2番が怖い、ね、チームは嫌ですから。だから例えばですけど、そうだな、あれですよ、僕はしょっちゅう言うんですけど、2005年、2006年、2007年、あのあたりの荒い場ですよ。荒木、井端。あの二人は、まあ嫌でしょうね。多分、ピッチャーからして。本当に、なんだろう。守って、もう、すごい、なんか二人でのプレー見せるし、バッティングはもう、1番荒木が塁に出て、2番井端が送りバント。そして、エンドランなんかよくしちゃったのにして。ありますよね。なんか、そういう、ドラゴンズの、応援歌にもありましたもんね、確か。一番が荒木が塁に出て、みたいな、そんな感じで。僕もあんまし、覚えてないんですけど、歌詞。まあ、ちょっと集中していきましょう、そんなことを言って。行きましょう。玉持ち丸。結構調子いいなぁ。うい。うわ、スライダー曲がるな。ここはちょっと、でも、甘い球を、うわ、甘くねえ。ツー。ピッチャー、投げるよ。だーストレート低めかよ。真ん中、おー、いいね。早速先制。あれ。一気に点差がなくなっちゃった気もするけど大丈夫かな。まあまあいいや、じゃあ行きましょう。先頭3回表いきなり出ますよ。先頭出てそろそろ盗塁を決めて、大きなタイミング遅かった、もうちょっと早く。分かりました、行きましょう。ウェイ、オッケー、まずワンワン、真ん中には来ねえだろ。うーしゃい、いやなんかボールがすごい速く見えるんですよね。やっぱり143って136でしょ、全然速く見える。なんかわかんないけど、球持ちのせいかな。うっ、カーブすごっ。ツースリーフルカント。さあ、ピッチャー。投げ、投げ、うっしゃい、オッケー、いい流しだね。今のよかった。さあ、走るよ、走るよ。もう言うよ。もう、脇井さん言うよ、俺走るよ。
わ、私走りますけど、もう一気に行きますよ。さあ、あ、バントか、バントか、じゃあしゃあねえな。ちょっと一応、お、どうだ、いいバント、いいバント、うーりゃ、3つにはいかないよ。ワンアウトランナー二塁、いいね、サイン実行。さあ、ここですよ。この絵面もかっこいいですよね。これ多分だから、こういうのは何でしょう、どういう、なんかプロ野球中継とかどうやって映してるのかなって気になりますよね。カメラのズームで頑張ってんのか、まあ多分そうだと思うんですけどね。にしたら結構綺麗に映るなみたいな、ちょっと思っちゃったりして。まあゲームだしね。でも僕としてはなんかね、審判カメラみたいなのあるじゃないですか、あれがもうちょっとね、流行ればいいなって思う。流行ればっていうか、あれもうちょっとあったらなんかいいなって思いますね。三振、ツーアウトランナー二塁。いや、ここでチャンスに強いね、おかわりくんがやってくれるでしょう。きっとそうだと信じていきますよ。ストレート、高めのストレートやりますか、おかわりくんに。すげえな。うっ、おー、ファール、ファール、追い込まれちって。さあどうする、一球ボールか。おお、まさかのデッドボール。うわー、怖い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 、うわー怖い、今の大丈夫、大丈夫、あー乱闘詐欺でない。 あ、メヒア来ました、グリーンライト行きましょう。結構なんか強いのかな、チャンスに。なんか3割ぐらいありましたよね、今得点圏打率。うおー、ちょっと待って、ちょっと待って、あー切れたか、あー、いい当たりだったんだけどね。さあメヒア、うわ、あんな甘い球、甘い球見えちゃうんだよな、つい。でもそういうことではないんだ。おーっとー、どうだどうだ、おっと、まさかのフェア。さあバック帰るぜー、高走塁いただきました。多分これ高走塁じゃない、やったね、やったね、やったねやったねを何度も言うっていう、まあそれぐらい気持ちがいい走りだったんですよ、きっと今のはね。いやー、まさかのエラーでしたからね。さあそして、点差がまたまた開いて4点差ですね。ヒットもとりあえず一応1本打ちましたので、打率もでも4割台、悪くはないペースとしては。内角ボール、チェンジアップ、まあいい、ちょっと今ギリボールか、危ねえ、高めだから、よいしょ、よっ、あー、今江さん、なぐじょーゴリスマイル、くっそ今の悔しいな、超ファインプレーじゃないですか、やだー。はい、ツーアウトランナーなし、いきましょう。あー、くっそ悔しい。でもまだ打点がゼロなんですよね。うい、まあ先頭だからあんま打点がつくようなことにはならないっていうのは仕方ないですけど。よいしょ、セカンクルーズ、お願い、無理か。まあさすがにあんなボテボテなのをエラーしないよねっていう話ですよ。まあまあ仕方がない、仕方がない、していきましょう。そしてこのまま、あー、ちょっとどうもやっぱゼロで抑える回数が少ない。まあしか、おーっと、危ねえ気がついたらなんか結構点差があったので2点差で勝つ。まあギリギリっちゃギリギリだけど、まあ勝ってよかったよ最後。ヒットの本数では負けてるんですけどもね。まあよかったよかった。はい。一応勝ちました。まあヒット1本だけですけど、え ?1 本だけ、1本だけ。うん。まあまあまあよかったよかった。足でやっぱ見せなきゃいけないですから。の割には盗塁してないよな。そんな風に思って今日この頃でございます。あ、いいね。4連勝。そう。お、風見さん、3回表、ユーのヒットを足がかりに追加点できたね。いい攻撃だったよ。ユーがチームメイトでよかったね。ミヒはそんな喋り方しないと思うけど、ありがとう。なんかちょっと嬉しいな。うん。はい。あ、栗山さん。今日俺の勝ちだった。すいません、参りました。はい、そして、巨人ドームで、巨人ドーム、東京ドームだ。中日。あ、中日勝ったんだ。あ、そう、巨人が絶不調だな、序盤。最下位だって10ゲーム差だよ、もう。以上、それ特に動きはないですね。さて、次回へ行きたいと思います。勝率5割に戻って、頑張ってやっていきて、このね、あと7連戦頑張っていきたいと思います。それじゃあお楽しみに、じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。